それで今日はね、ミュート、この親指のミュート、何べんも申し上げますが、私こんな声だけじゃないですよね。でギターの幅がもし仮にこれだけあった時にね、これだけあった時にこの幅で挟むわけだろ、こういうふうにギターを買って持つわけだからさね、これわかりやすいね。あいて、ほらギターをさ、このこうやって押さえた時にさ、こうやってやってんと、なんか押さえてるように見えて、押さえてない、押さえられないんだよ。その理由はここが2センチきゃないから、この2センチでこの幅を押さえようっていうのはもう物理的に無理なわけよ。この幅でこれを押さえよう、そうすると手をこういうふうに広げてようやっと挟むわけ。そうすると本来ならこっから全部こうやって押さえられるのは、こういうふうに押さえ、これを押さえるためにこうだけじゃないわけよ。で上、親指も同様に、本来なら上からね、こうやって全部かぶせられるのが、こここういうふうに使っちゃうから、こうなっちゃう、この状態、それがこれね。ギターをこういうふうに持った時、あ、この人上制覇して、ミュートできてんなと思うじゃん。スカスカだもん、スカスカね、スカスカなわけで、全部の音がこもってる理由はさ、下はこのべったりなわけよ。本来弦ってさ、弦ってこういうふうに押さえたいわけ、こういうふうに。弦ってさ、こういう、手首が痛い、こういうふうに押さえたいわけ、こういうふうにね。そうするとここにさ、隙間があるじゃない、押さえたところに隙間があるんじゃない。隙間があるっていうことは、この弦の振動が指に触れてないってことなの。それが私の場合はで、ね、今日はこの指使いをよく見てもらいたいんで、この辺だけアップにしました。うん、もうちょっとアップにしたいんだけど、動くかね。まあこれ、今日は今回はこれでね。うん、でこうやってギターをこうやって握るでしょ、と開いてるわけよ、ここが。だから鳴らしてみようか。今 F を押さえてるわけ。この上の調弦狂ってる、そこはあなたが調弦狂わずにやればいいの。今その調弦の話してないからね。うん、いや、そういうさまつがピシッとできねえさ、信用できねえな、思ったもん。ね。で、私ができるのはここまでなんだ。一番上はかろうじて触れられるわけ。なんとかかんとか。一番上は。